下から見上げるようにします。いよいよ初代フラッシュ51キロリミットフライ級の初代王者が決まります。決勝戦です。最高の勝ち方をしてきたダイナー、テクニックを見せつけて判定勝利の大久保、どちらに軍配が上がるのか。また大久保の方も目線一層鋭くなりました。さあ9月24日午後8時48分ゴングです。じりじりじり詰めてくる青いグローブダイナ、ガードは硬い。石川さんも緊張感そのものですね。すごいですね。もうダイナ選手のもうプレッシャーすごいですね。覚悟とプレッシャーが素晴らしいですね。まあしっかり覚悟あり、はい、そして準決勝があまりに素晴らしかったですね。そうです、一瞬でしたからね。出ません。あの蹴りボディに突き刺しました。ジョイさん、はい、でも久保の方もやりますね。いやそうですね、どっちもレベル高いですけども、ただダイナ選手ね、もうほぼ疲労ゼロで上がってきてるんで、はい、そこの影響もプロシアに出るのかなと思いますよ。そうですね、まあ、問答無用で、それから準決勝は逆ブロックどちらが上がってきても、まあ、ほとんど興味がないというのがダイナでした。ですからそれだけ自分の形結実しているものと思われます。まあ、対して大久保の方もどっちが上がってきても倒せるように練習してきましたと語っています。さあ郡司斉藤選手、はい、まず1分過ぎました。いかがですか。いやすごいダイナ選手のプレッシャーが良くて、でもそれに対してちゃんとカウンターを狙ってちゃんと打ってるんで、はい、いいと思いますね。そうですね、食らった後ということになりそうですね。そうですね。そして大久保の攻撃、その源はとにかく長い足、長い腕、身長は175センチです。ダイナは164センチ、11センチ差、残り半分です。1分半、3分3ラウンド、延長1ラウンドマッチ。左を当てて離れる大久保、左を当てる、近づいてくる大久保、ダイナ、うん、この辺り石川さん負けん気強いですね。そうですね、もう互いに隙がないところでね、技を捨てながら隙をうまく見つけてそこから突くっていう展開なんですけど、そうですね、はい、まあ、共にカーフキックがあります。近い距離、左速い、まずこの、ね、大久保選手のリーチをまずやりづらく感じない、感じないようにするためのこのプレッシャーですよね。ダイナ、はい、ダイナ選手、まあ、またボディをえぐった左のパンチからミドルキック、大久保返すと右、ダイナ打ち下ろし。いや郡司選手、時折身長差関係ないというふうにダイナ見せますね。そうですね、それを多分作戦に多分どんどん詰めていって戦ってるんだなと思います。あは、そういう間合いにしてるんですね。そうですね、わざと遠い距離だと勝ち目がないと思って多分詰めてきてると思いますね、はい。まあ、アウトボクシング、それからカウンターだと赤いグローブの大久保、本当にこうメディアにも露出多くある選手です。まあ、そんな中、ローキック強さが一番と青いグローブのダイナー、際が緊張がありますね。そうですね、接近の際、離れ際、大久保が右、膝だったりハイキックだったりがどっちも飛ばせるんで、はい、共にカーフキックにはカーフキック。第1ラウンド終了です。さあ郡司選手に伺いましょう。印象どうですか。いやすごい、ダイナ選手が前に詰めてきて、でもそれに対して大久保選手もちゃんと打ち合いでちゃんと当ててるっていうのがすごくて、はい、やっぱりそういうところが多分今後どんどん激しくなっていく。まだまだこれからということでしょうかね。そうですね、この攻防、まあ、リプレイもこれ見応え十分なんですけれども、インターバルのダイナの表情、ジョイさん見ましたか。いましたよ、はい、まあ、気合一色すごいですね。もう入場からずっとね、はい、気合の火は消えることなく灯されてますね。ダイナ選手はね、まあ、絶対にこの新しいベルトが欲しいっていうね、はい、その気合伝わってきますよね。まあ、最後に差をつけるのはこれ実力拮抗していたらそこが大きくもの言いますもんね。まあ、これセコンドからの声も飛んでいます。石川さん、これトーマ選手もいますかね。はい、そうですね、そういうのこのチームとしての意見もありますからね。そうですね、はい、まあ、同期で仲がいいというトーマ選手とダイナ選手です。第2ラウンド、51キロリミット最強の座を争います。18歳大久保類、赤いグローブ、歩くようにして前蹴り、逃がさないカーフキック、19歳のダイナー。